これは俺が2004年から現在までパチンコパチスロやっている街道日記の1ページだ。こんにちは、俺の名前はブルーキラ総領、35歳、主にパチスロをやっている。突然だが、みんなはスロットを打つとき何を目標にしているだろうか。そんなもん決まってるだろ、万枚だよ。そう、万枚。この響き、優越感。万枚が出た時の達成感は言葉にできないほど高揚する。ちなみに俺は16年間打ち続けて万枚出たのは2回。おいおい、2004年からって4号機時代もかぶってるじゃん。それで万枚2回、センスないよ。やめた方がいいね。いや、出てはいるんだ。5000枚オーバーは数えきれないほどある。9000枚だって。しかし万枚の壁はなぜか俺にとってものすごく大きい。今回は俺の貴重で数少ない万枚が出た時の話だ。あれは3年前のことだ。俺は月1で仕事を休んでパチスロの日を作っている。何のためかって、何にも邪魔されず平日に1日中パチスロが打てるからだ。だったら休日に行けばいいじゃん。いや、俺は既婚者だ。休日は家族との時間を大切にしたい。家族を犠牲にしてまでギャンブルをしようとは思わない。結婚してからはご褒美としてこういう時間を設けている。その日も会社を休みパチ屋に行った。平日ともあって人はまばらだ。これがいい。打ちたい台を思う存分打てる。しかし毎日通ってるわけではないので状況がわからない。店内状況を確認するため、まずは常連の動きを確認。窓マギと絆に半分が流れた。やはりこの2強は根強い人気を誇っている。絆はすぐ満台になったので、まだ空き台のある窓マギのデータチェックに行った。窓マギに関しては導入当初はほとんど誰も打っていなかった。コンテンツはとても人気だが筐体が燃えすぎるのだ。なんかさ、最近寝台で入った窓マギってあるじゃん。オタクみたいに見られそうで座れないよ。確かに窓マギを知らない人やアニメに興味がない人にとってはパチスロだろうと萌え台に座るのは勇気がいることだ。俺の連れは窓マギが好きで寝台で入った時会社を休んで打ちに行ったらしい。結果は5万負け。連れ曰く、窓マギは出し方がわからん。 ART 重いし、やっと入ったと思ったら特に何も起きずにする。どうやって出すんだなどとぼやいていた。窓マギは設定も大事だが、どちらかというと自己待ち台だ。その事故に遭遇したことのない人は出し方がわからず心が折れてしまうのだ。しかし徐々に人気が上がり、今では看板機種の一つだ。俺は前日の履歴と打ち始めている客の挙動をチェック。打てそうな台がないため一度窓マギの島を離れ全体のチェックに行った。据え置きかリセットをまずは見極めたい。そうなるとやることは一つだ。ガックンチェック、これしかない。とりあえずまだ回されていないガックンチェックできる台を全て確認した。ガックン車台は2台だ。広角機動隊と化け物語、どちらもサミーの台だ。広角機動隊は前日に4000枚抜いている。おそらく下げ設定だろう。化け物語は1週間のグラフを見たが、特に高設定といった挙動は確認できない。化け物語に決めた。この台もまた難しい。 AT ハッピータイムに入れさ枚数管理で出玉を増やす仕様だ。 AT に入れるにはさほど難しくないのだが出ない。1回の AT は150枚スタートで、その150枚中に売買タイムがボーナスを引いて枚数を増やさなくてはならない。これが入らないのだ。純増 2.7 枚なので150枚だとすると単純計算55回転しか回せない。55回ってことはないのだが100ゲームも回らない。ちなみにボーナスは重い。 AT 中のボーナスの確率は設定6で970分の1だ。要するに AT を1000回近く回してやっとボーナスが当たる計算。 AT1000 回ってもう3000枚くらいは出ている。次に売買チャンスだが、こちらは比較的軽い。設定1でも AT 中100分の1くらいなので1回当たるかどうかというところ。しかしこれも実際引けないときはとことん引けない。事故らせ方としては超売買チャンスに入れて掛け配当枚数を上げて、さらにエクストラに入れて倍数を増やす。そして忍ぶアイコンで全てを変換させてうまくいけば一気に1000枚以上上乗せするといった事故だ。俺もよく打っているが1回しか1000枚オーバーを見たことがない。ボーナスは白7と赤7があり、枚数獲得のチャンスだ。ボーナスレベルに応じて獲得差枚数が変化する。うまくいけば1回のボーナスで500枚以上差枚数を獲得できる。さていよいよ実践だ。流れとしてはレア役を引いて CZ 芸術の儀に入れ AT を当選させる。直撃もあるが確率が低い。リセットの恩恵としては高確率スタートだ。さらにモードがハイとローがある。ここでレア役を引けば朝1から CZ のチャンス。20ゲームくらいでチャンス目を引いた。煽りが始まる。頼む。ここで当選させれば投資が抑えられる。そこから数ゲーム後演出展開。ラストゲームにボタンプッシュ。熱い。見事に決まった。CZ だ。これはいい展開。CZ は15ゲーム、30ゲーム、無限の3種類。状態に応じて AT 当選率が異なる。レア役以上で抽選を行い、オーラで示唆をしてくれる。
最終ゲームに必ず演出に発展し成功で AT 当選だ。ヒロインが選ばれればチャンス。さあ本日1回目の CZ、 当選確率はトータルで 40% くらいある。ここは絶対ものにしたい。15ゲームが終わり、オーラは赤。3回チャンス目揃った。体感的には 50% くらいの期待感。最後の演出でチャンスアップが絡む。いけるか。ラストにプッシュが来れば。頼む。ゆっくり第3停止を押す。プッシュボタン降臨。来た。ピキン。ブルブルブル。たまらん。このプッシュはバイブレーションも搭載している。しかも若干強め。どんなに心が折れていてもこのプッシュボタンで何度も蘇ってきた。さてあっさりと AT 当選した。出だしは最高。そしてここから思いもよらぬ大事故に発展する。ここである程度のメダルが欲しい。気合を入れてレバーを叩く。 AT ハッピータイムスタートだ。そして駆け抜け。せっかく早い段階で AT 入れても150枚か。食えない。肩を落としているとすぐ演出に展開。これは芸術連か。そう、この化け物語は CZ がループする芸術連がある。モードは3つ、ショート、ミドル、ロングだ。連絡を引かない限り CZ がループする。よし、まだやれる。次の CZ も AT に当選した。これは嬉しい。しかしまた駆け抜け。上乗せ特化ゾーンの倍々チャンスに入らない。 AT は引けてるのに肝心の AT 中に何もできない。スロットあるあるだ。引きはいいが出玉がついてこない。今日はそういう日か。通常に戻りすぐ発展。演出成功で CZ。 おっ、これはミドル以上あるのか。まだ何とも言えないが技術連は間違いない。ここからだった。 AT 当選、駆け抜け、 AT 当選、駆け抜け。なんと10回連続で CZ 経由で AT 当選した。でも全て駆け抜け。俺は確信した。ミドル以上確定している。なんならロングの可能性もある。しかしどんだけ AT に当選させても100分の1の倍々チャンスが引けない。毎回150枚で終わる。しかも一度通常に落ちて再度 AT に入るので連チャンといっても出玉は減る。こんな出し方ではないのだ。2回か3回に1回は倍々入ってサマイ数増やして、またその間に倍々入れて300枚から500枚くらいは出てもおかしくない。しかし今日の俺は AT 中があまりにも下手すぎる。10回も AT 当てて1回平均400枚出てたらもう3000枚以上あるのにな。そんなことを思いながら回し続けた。でも気負いは止まらない。倍々チャンスも入った。しかし100枚満たない。駆け抜けが8割だが、なんと気づけば AT に30回当選している。壊れてんのか。ここまで来たら終わる気がしない。駆け抜けだろうとすぐに入る。たまに AT が伸びて400枚や500枚取れるようにもなってきた。途中で神がかり的引きを見せた。 AT 終了後に泣きの3回転がある。この3回中にレア役を引けばレア役の強弱関係なく AT 当選する。しかも3ゲーム完走型なので、要するに3ゲームともレア役を引けば AT が3つ確定する。それをやってのけたのだ。1ゲーム目弱者、2ゲーム目チャンス目、3ゲーム目スイカ。マジか。思わず声が出た。1回や2回は引いたことあるが3回は初。神ってる。 AT 中何もできなくても150枚 ×4 で600枚は確定。しかしそこは今日の俺、何事もなく600枚きっちりで終了。ほんと引きがいいのか悪いのかわからん。だがその後も止まる気配はない。気づけば AT が50回当選している。枚数はというと3000枚弱。ここでまたアホな考えがよぎる。ああ、1回の AT で400枚くらい取れてたら6000枚くらいはあるのにな。なんてことを思いながら全力で回した。本当に止まらない。 AT 中はほぼ何もできないがすぐ当たる。例えるならサザンアイズの設定 C だ。それに似ている。小さい当たりをコツコツ当てて積み上げていく、そんな感じだ。しかしこの台はそんな台ではない。今回は異例なのだ。さすがにこんだけ当たっているとたまに伸びる AT も増えてきて、倍々チャンスやボーナスも絡めて1回の出玉も多くなってきた。しかし相変わらず技術連は止まらない。持ちメダル5000枚を突破した。 AT の当選回数は70回だ。よく頑張った。だが勢いはまだ衰えない。当たる当たる、まだまだ止まらないのだ。この異様な光景に周りもちらほら立ち止まり、俺のデータを見ながら話し出している。そこに先輩がやってきた。おーす、てかよ、めっちゃ出てるじゃん。はい、そうなんです。朝一から止まらないのはいいんですが、データ見てもらえます？俺はデータ表示を指した。え、どういうこと？ AT70 回当ててるの？そうなんです。でも出玉は5000枚くらいなんですよ。やっぱ引きがいいのか悪いのかわからんな。僕もそう思います。先輩は笑いながら去っていった。さあ体はしんどいが台はすこぶる元気だ。このまま共倒れしようか。俺は時間の許す限り回し続けた。そしてついにその瞬間を迎える。画面の枚数表示が9999人。やった、ついに届いた。長かった、ほんと長かった。
時刻は21時、朝から夜の9時までほぼ当たり続けてやっと満杯だ、効率悪いだろと冷静に突っ込みながら優越感に浸っていた。ここでスマホに着信。嫁である。ねえ、頭痛いから帰ってきて。言い忘れていたが、会社には休むと申請していたが、嫁には仕事に行くと言って家に来ている。残業で遅くなると LINE していたが、もう限界だったらしく電話をかけてきたらしい。ここで冒頭でも言ったように、家族を犠牲にしてまでギャンブルはしたくない。満杯も出た、体も疲れた、ここは帰宅だ。さっき声をかけてきた先輩がちょうど戻ってきた。先輩、俺帰らなきゃなんで打ちます？本当にいいのか？ありがとう。先輩は負けていたらしい。この台をもらったことで子供のような笑顔になり、僕を見送ってくれた。ここでスロットあるある。この後先輩に聞いたが、3回 AT 入ったがそこで止まったらしい。そんなもんです。しかしこの台はそういう出方をする台なのだろうかと帰りの車で考えながら帰宅した。疲れたが、一番好きなコンテンツの台で満杯出したことが最高の喜びであった。今日の収支、投資2000円、回収20万7000円、プラス20万5000円、ブルーキュラソー量第2話までの累計収支プラス20万4000円。次回もお楽しみに。